はい、おめでとうございます。まさか、自分が選ばれるとは思ってなかったんで、すごくびっくりしてます。写真みたいで美しいって例えられるんですけど、やっぱりその写真のような精密さだけじゃなくて、あの絵じゃないと表現できないような温かさも感じられて、すごく感動してます。